4試合ぶりの勝利を狙うアイナックは愛媛との一戦。今シーズンホーム初勝利を狙うアイナックは前半18分、ゴール前でパスをつなぐと、坂口のクロスに田中、のホーム初ゴールで先制。42分には三宅のロングパスに抜け出した岩渕、逆サイドの強川が合わせて追加点。後半になっても勢いが止まらないアイナックは21分、岩渕のパスから田中、29分には途中出場の中島、38分には田中のハットトリックとなるゴールで5点目。アイナックが大量得点で4試合ぶりの勝利を飾った。